北朝鮮メディアは金正恩総書記が中国の習近平国家主席から中朝関係を高度に重視しているとする電文を受け取ったと報じました。今日付の労働新聞は習主席の総書記再選へ先月23日に祝電を送った金総書記のもとへ22日付の返信が届いたと一面で報じています。返信で習主席は私は中朝関係を高度に重視しているとした上で以前の金総書記との会談などに触れ朝鮮半島問題の政治的解決を促し世界の平和と安定を力強く守ったと成果を強調したということです。また習主席は地域の発展と繁栄のため積極的な貢献をする用意があるとも述べたということです。